独身なるポッドキャスト、浅川図です。はい、林刑二です。ということでね、今回はまあ、私、浅川図の番なんですけれど、はい、えー。俺が紹介したいのは、うん。細野春臣さんの、住所不定無職低収入というね、あ<ー>、えー、細野さんの7七十3年のアルバム、細野ハウスっていうね、これ最近ね、セルフカバーでね、補ちのハウスっていうのを出したんだよね、確か。まあ、あの人い、 変わるからね音楽性がまあ、それこそ YMO をやってたわけだから。そうだね、もう、その、中間70年代は本当に世界のその、いろんな音楽を取り入れて、ハリーって言われてた頃だね。ああ、でもその曲は俺知らんな、俺。ええとね、細野ハウスってアルバムはね、ハッピーエンド解散して多分、その後にすぐ作ったアルバムなんだけれど、キャラメルママ ってわかるかなあれは聞いたことある。えー、鈴木茂さんとか松藤屋さんね。えっ、ー、と、林達夫さんか。ああ<ー>。えー、ドラムのね、方ですけど、あの、アムウェイでね、有名になっちゃいましたけど、この人。この細野ハウスってのがね、まあ、基本的に、えー、細野さんの自宅の拓録なんだよね。ああ、なるほど。この、まあ、アルバム通してなんだけど、すごいね、音がね、ドライなのよ。 ああ、いいよね。全然そのリバーブ感がない感じですげえ俺好きなんだけれど。うん。でまあ、この曲なんだけど、歌詞、これサビの方がね、キャプテンクックのように俺は今、住所不定、おまけに低収入っていうことでね。ああ、なんか聞いたことあるかもしんない、それ。住所不定、無職、おまけに低収入。パー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 っていうね、曲なんですけれど。 この曲は当然さ、まあ、住所不定、無職低収入って曲だから、まあ、貧乏を歌った曲なんだけれど、うん、この歌詞の中の人はさ、 一発当てたいっていう、まあ、ニュアンスでこの歌を歌ってんだよね。キャプテンクックのようにう。はいはいはい。なるほどね。キャプテンクックも貧乏人から成り上がって、まあ、船長になって、いろいろまあ、大陸とかを発見したりするような、実在した人なんだけれど、なんだろうな。俺はまだ本気出してないだけみたいな曲なんだよね。だから。<laughs> うわ、ダメ人間っていうね。細野晴臣って、やっぱりね、面白いイメージがあるんだよね。いい、いいおっちゃんっていう。 スネークマンショーとかか。だから、そういうちょっとお笑いの要素もあったから。 ティンパンアレイとかいなかったっけ確か。うん、そうそう、ティンパンアレイもやってたね。だから、ティンパンアレイとか、キャラメルママってのは、ユーミンのバックバンドとかやってたんだよね。このアルバムに参加してる人はみんなまあ、その腕利きのミュージシャンだから、当然演奏が素晴らしいっていうのはあるんだけれど、<ー>まあ、その中でもね、ちょっと俺、このダメ人間を歌ったこの住所不定無職停止に言った曲は、まあ、特にまあ、好きだったっていうことでね。細野さん、いろいろいっぱいアルバム出してるんでね、どれからっていうのもいっぱいありますけれど、<laughs> でもこれ細野ハウスから聴いてもいいかもしんないね。入門編としてね、細野ハウスから聴くのっても全然ありかなと思いますけれど。パワーヤンっぽいイメージがあったイメージ。それね、だからその後にね、トロピカルダンギーとかね、そういうちょっとこう、ムードミュージック方面にこの後に突入してくんだよね。そういったね、なんか陽気なイメージが確かあったな。まあちょっとまた話それちゃうんだけれど、えっ、ー、とね、YMO を結成する直前に細野さんが出した曲で、曲の最後の方に、えっ、ー、と、セリフでね、次はも モびたーよっていうね、確かね、セリフがあったんだけど。もうベびたーよって、あったやん。コモリのおばちゃまだよ。<laughs> あ、それのパロディーだったのかなコモリのおばちゃまってもともと、ああいうさ、ミュージシャンのインタビューとかをね、なんかやっとったよね。いろいろ紹介とかしてたイメージあるから。そう。で、 それがアルバムの最後にセリフとして入ってて、実はそれがその YMO のやるんだよっていう前振りだったらしいんだよね。へえ。ーかこの話誰が聞いとんねん、これ。<laughs> いや、でもさ、そんなさ、<laughs> ハワイアンとかアメリカンロックやってた人が急にさ、テクノってのもやっぱっ、ね。あれは衝撃だげびっくりしたよ、あれは。マジで。 なんかね、俺、ドキュメントね、それ、NHK かなんかで、ね、見たんだけど、細野さんの中で、その人間のグルーブに飽きちゃったんで、コンピューターのグルーブっていう方に、なるほど。あの、進んだんだって言ってたね。あー、高橋キルフとかもそういう感じだったよね。そうそう。だってあの人もともとね、サディスティックだよ。ミカバンドとかで、まあ、うん、普通にそのグルーブのあるドラムを叩けてたわけじゃんそうだね、普通に。それがさ、YMO 入って、 で、そのドラムマシン的なドラミングをやり出したってことは、まあ、その心境の変化があったんだと思うんだよね。ねちっちゃい頃のイメージ、やっぱ YMO のイメージは強いよね。俺らはね、リアルタイムで YMO なんだよ。だって、73年のアルバムだから,俺ら、ね、俺ら生まれる前だからね。生まれてねえよ、まだ。全然 <laughs> 後多い、後多い。うん、確かに覚えてるわ、それ。はい。ということでね、はいはい、今回ちょっとね、熱く語りましたけれど、えー、細野晴臣さんの、住所不定無職、低収入というね、曲でございました。は 説明欄に曲のリンクを貼ってありますので興味のある方は聞いてみてくださいよろしければチャンネル登録お願いします